新企画、サクヌマ。サクヌマ。ラケット出しでボールを取り損ねちゃった時にボール出しが途切れないためのコツ。それは、まあ、2個持ってて、こっちのボールは、手前側のボールは取り損ねたような時に取っとく。あとはこうやって1個ずつ取ってもいいっす。ボールこうやって1個ずつ取って出して、ね、取り損ねちゃったら、取り損ねちゃったらこれを使って次に2個取る。あとは予備で取っとく。取り損ねちゃったらこれ使って2個取る。あとは予備で持っとく。こうすれば取り損ねても大丈夫です。さっくり。プレゼンテッドボーイバイファー。